そう広瀬さんに確認取ったんですよすなその…まあマックさんにっていう…おい広瀬さんちょっと待ってくだ広瀬さん捕まっとるのか広瀬さんああ俺ですかはい何ですか何ですか社員大丈夫ボー挨拶えハハハハハめぐりむし挨拶来ると思った <laughs> マックさんにだけ…これを…これ仕込みナイフです仕込みナイフ 武器が売られるようになったら使ってください。まだ使っちゃダメですよ。まだ使っちゃダメなんですか勝ちラのさ、いめんなさい。帰りなさいはい、お待たせしました。どうしましたお話ってたのは。えっと、うん、ちょっと、ま、あのー、なんかすごい大きな話じゃないんですけど、うんうん、聞いておきたいことがあって、聞いておきたいこと <laughs> はい、今度、うん、多分なんですけど、なんか飲食のフェスみたいなのがあるらしくて、飲食のフェス はいでそれでなんかイベントで自分が何かおーラーメン屋の代表みたいな感じで歌を歌うみたいな感じのことはが、うんま、ちょっとざっくりしたもんめちゃくちゃざっくりしてて「じゃうん、うん、あ出れる?」みたいな感じの <laughs>。まですかあ働いてるわけじゃないんですけど、うん、そのま木さんとちょっとつな、ま、がりというか初日にバイトした先が、うん、あの焦げ村やったったんですけど。 おーそこのラーメンションですかそうなんですよ。うんうん、でそ,それでそういうイベントのお誘いもらったので、うん、自分はちょっと参加したいんですけど参加するみたいな話になっちゃっててうん、うん、でえっとそういう自分一応今カンパに所属してる状態じゃないですか、うん、で、まあ、そういうなんか自分に対しての、まあ、イベントに、まあ、出演以来っていうほどなんかでかいもんじゃないとは思うんですけどそういうのが来た時の対応と。うん うん、あと金銭が発生した時の、あのー、分配とかの話をちょっとしたいなと思って。うんうん、ああ、なるほどな、ね。君がその個人的に持ったものとかは、はい、別に君の全部お金にしてもいいし、出ょっとば出ればいいじゃん。私たちのそのねあの社員さんとかに手伝ってほしいことがもしあれば、<laughs> その手伝いを君の方から要請してくれた方が助かるかな。 オッケーです。イベント関連も自由にしちゃってオッケーってことですね。ああ、そうすよ。いろんな場所に顔を、まあ、売ることが大事ですから。わかりました。っ、ね、堅苦しい場所だと思われてさ君のこととる方がね、ととしては損ですから。わ <laughs> かりました。了解です。ありがとうございます、えー。別に、金額とか、ね、うち、はい、のことを気にしてきっかけたりもしなくてよ、金がもらえただけの金額を提示すればいいんですよ。 オッケーですまあ一応広瀬さんは総合マネージメントやってもらってることになるから今日もアーティストとしてと広瀬さんは一応マネージャーになるわけですから一応そう広瀬さんに確認取ったんですようんすなその,その、ま、マックさんにっていうおおヒロさんちょっと待ってください広ロ <laughs> さんじゃあマックあのいろいろ話聞いても<お>大丈夫じゃないでもそのなんかいろいろ詳しいその契約状況とかがまた、あ なんかこういう話をもらったの初めてらしくてああああそれでまあ、マックさん聞いた方がいいんじゃないのみたいな感じだったんで,で一応自分からも確認っていうああなるほどローさんおお捕まったのかヒロさんああ俺ですかはい、はいはい、なんでか何ですか何ですか気づきやないろヒローさんはああなんかちょっとヒカリさんと喋っててはいあのおのおりだれな、今まだしてるの あ、今あのー、ちょうど終わりかけてるところですね。ああ、そうですか。あの終わったらちょっと本部に急いで来てください。ちょさんがちょっと君の話あるって。うん、いやない,ないない。うん。ままね、マックさん、今のだと俺がめちゃくちゃ怒ってるみたいでいいかですよ。お、いやさあ怒ってるよ。いや<あ>もう全然怒ってないですよ。今日その全部のアーティストのマネージャーとして広さんはね、あの一応いるわけですから。なるほどなるほど。うん。広さんはなあのほっちかるくせかあるから。広 <laughs> さん。<laughs>

ちょっと自分で判断できないのでちょっとこう。あ、自分で判断できる君の前判断できる人はもうね、君の上を別に乗んだからマネージメントのね、一番いいトップなんだから、はい、君<は>あ、じゃあこえこっちで決めて大丈夫といことですか。あ、そういいよなるあ。じゃあ、うん、イベント関係に関して言えば、うん、もうひろさん主体というか、ちゃんとそのここで完結すればオッケーってことですね,ねマックさん。そうなんです。あのテ<お>パントの仕事もひろさんが取ってきとね。 フィロさんが全部まとめてくれたわけですか。いやまあ、ね、いろいろこう,いう曲す、だいぶね、大変でしたけども。うん、おお、うん、ちょっと、豊洲空港さん、まキングスターがな。うん。あずさん、まプロデューサー、一応やってるけど、ほつかるところが、どこの節があるからな。うま、ん、あ、うん、その、ピシゅっと、君が、まあ、その辺もやらないと。そうですね。うん、はい。はい、まだな、ま自分が、なんか、アーティストだと思ってる節があるな、あの、キングスターはな。<laughs> まあ、いいんじゃないですか。<laughs> はい、うん。<laughs> まあもうプロデューサーなんだからねプロデューサー<の> OK ですねいいですえ自分はそれだけですマックスさんありがとうございましたあまあヒロシさんだから私もプロデュースできることはねもちろんお手伝えますからな <laughs> はいうん、はい、言ってください皆さんわかりましたトムさんもちょっとできる可能性があるというな。だからヒロシさんはこ,こ、ね、あの子になんかその子で悩んでる子でプロデュースなんかしてくれる人じゃないかなってまあトムさんの名前を出したいな <laughs> うん。<laughs> <laughs> プロデュースもできるってことですか富さんいやいや、なんかそういうことを自分がやりたかったらやってもいいのかっていう許可だけもらおうと思って。前うん。まあ、そ,ねうん、そのなんか、うん、ボードゲームパフカフェとかありましたね。はいっ。そう,そ,うそ,うそうです。OK です。とりあえず、いろいろと承知しました。えまあ、なんでもあのやってみればいいじゃんってことです。はい。ああ来ました すみませんわざわざお久しぶりお久しぶりお久しぶりですちょっとだけお時間いいですかおーマさんも来たのか僕も来ましたじゃあちょっとマックさんにご案内したいところがあるんですけどいいですかご案内したいところどこだご案内したいところちょっとあのあねネッケーのお隣って空いてるかしら空いてますよマックさんからちょっとデベストどこ行きましたちょっとこのバイクでご紹介するのでああんお で車で行く感じかおーそうですかあさんてたあここは、動かない。ああ、直してもらおう。枝豆ものを乗った方がいいかも。うん。何度もバスのまま、としたまま。すげゃー <laughs> ん。うざー,ーえっと、今、はい、ちょっとお話しさせていただくけん。おー カニリクのこと、なんですけどそカックのことそのそ前なんだっ,たっけあ、私の子にいる子が一緒に働いているボアですね。ボアボアセネコックネすボアセネコックネス。<笑><笑> <laughs> はい。よろしくお願いしそう。ケベマムカまマコンビニで私がマウしたことないか イ何どうした違う。車って知ってたであれしました違います。<laughs> 違うじゃん。<laughs> そうで、今回あの、マックスさんにわざわざ来ていただいたのが、うん、枝豆もちゃんをうちに、まあ、入れてあげたいなっていうのと、うんうん、警察にも、白市民にも、うちのメカニックの情報を何一切言わないでいただきたいんです。 なるほど、そのマんまちゃんが、な、まあ、入るからには、そう、私も、まあ、みんなにも言わないといけないことだろうしね。うん。うん。母ちゃんに早くしてもらいたいなと思って。なるほど。ちなみに、お前。はい。藤子ちゃんは、マまんちゃんが、まあ、前科者のこぶつけ方の知ってるのか。それは知っるんですよ。うん。この子はね、見た目もちょっと目立つさ。うん。な。だかこれ、と、ボーノさんにお前、一億円、子がしょっぱかれてるんですよ。そうですね。うん。そうなんです。 逆に言えば、その経験が強みでもありますね。強みでもあるんだけど、ママちゃんやっぱりさ、ちょっと好きが甘いところは私がいろいろね。あのー、はい、見てても、思うところがあるから君はそのように、さらに注意しないといけないわけだよしたそうね、でも、うちはもう完全に個人の責任ですから、自分ができなかったら警察に搾取されるだけですからね。私としては、まあ。うんうん だまめもちゃんが頑張ってくれればそれでいいかなって思いますよもうそうですかまあ圧をかけるわけではないんですけどうちの従業員はほぼすべてのギャングの子が所属してるんですようん、うん、どの子たちにも迷惑というかね被害があるのでうん、うん、絶対に公言をしないでいただきたいああそう私は別に公言はしないけどうん、うん、でも捕まることなんてさ。 迷惑とかをかけたりすることもあるんじゃないのかなってそこが一番私は心配ですよ今はかかってないって言ってだけどまあそうですねその山中日空に対してさ捕まるだけで満足すると思うかボーラさんとかがまあそれはないわねそうでしょうんそうなってきたら奴らもやっぱどういう手を使ってくるかわからないしただ言わないだけでさなうん <laughs> そうでまた、あ、に通ればいいんだけどって私は思ってますけどはいはいもちろん私はね別にマメちゃんがやりたいって な、ねうん、で、別に、うちにも、その、迷惑が、かからないのであれば。そうですね。ね、心よく、あのー、送り出してあげるし、私も別にね、ね何か、その、山岡に、こう、対してね、ね何かを、して、ま、その、なんか、言ってあげたいとか、さ。その一緒エし協力してあげますよ。協力は、してくれるってことね。ちゃんと、まだ、お前。うちの子もいるし、お前、藤子ちゃんも、お前は、そんな。こんな場合、お前、用意してくれたんったら、ま、さあ、私は、一応、ボルテスの社長やってるわけですから。<laughs>

何か困ってるアピールをしてくるんなんたあさあそうですよねボーナさんがまあそのなぁメカニッのお前そうさからお前手を引いてくれたら嬉しいなとかまあそういうことを私の前でポロッと言ってくれたらお前なうんうんそうだったら私も何か手伝えることがあるかもしれないなっていうのはあるかもしれないけど緩急がすごい人緩急がすごいですねうわーやっぱすごいな面白い人ですね本当に なるほど。どうなさい。もなさん、それは確かに面白いと思う。私も思ってるところあるから。獣たちからするとかなり厄介だと思うよ。あれはね。厄介です。うんあ、警察としての運が本当に高いんだ。一ヶ月くらいね、枝豆もんちゃんと連絡を取って。うん、かうん、人から聞く印象と、自分で抱く印象がだいぶ違うんですよね。めちゃくちゃいい子です。ここ。 普通事故じゃんあママちゃんはとても良い,い子だよしかもあね充、うん、術的センスもあるしあーはいはいうんこの子は本当にねあのーうん、天才だと私は思ってるおー、まあ、ちゃん、はい、だけど天才はやっぱり突き終わるんでしょ天才ってのは、はい、そう突き抜けてるからこそ弱い部分がありますははい、はい。その部分がママちゃんのねその周りをちょっと見るその観察力ううんん。 この子は自分の能力がかなり高いんだけど周りからどう見られてるかっていうところを意外と気づくない時があるんです<ー>そうだうことを心がボーさんとかな、お前,お前そういう横に来られたお前なあの持ち物とかお前に検査された時にお前うん、その危ないものを持ってたの一発だからな確かにな、からそれはもうもう持ち歩かないっていう感じにしようと思ってましたうんまあまた私がメカニックってことも今知

記憶天才ですから <laughs>、うん、あ天才はこんああなこの子もジョッキミダナあー、ああまー方としてるだろう、ジョッキーみたいダナ。アマルトナナマスとグズトゥーノアマ、ア、ま、ワ、あ、ジョッキミダナガマこれ。<laughs> おお、ね、ジョッキダゴラ。コロアマトゥマ、ママジョンニプソンナ、ウシてトゥクザマナ、ノスパパトナマ,マがいキないな <laughs> ちゃんとシミアマルのはそうナ。<laughs> な まあいいよ、私はわかるけど、そう基本的に謝ってるということにならないからね、ママちゃんそれは。はい。な、うん何で会話だに立ってんだろうこれ。パパとママの方いっちゃった <laughs> じゃどうしようかな。えっ、ママメモンちゃんちょっと入社させたいから。おお、ママちゃんまあ入社式はまあちょっと私があのー、つあの用、ー、持っておきましょう。<laughs> どこにあるんだ入社式はあ。あ、本当です。入社し入社式<ー>入社式。

シャイン、大丈夫。僕は、挨拶。えお、挨拶。えー、この度は、GG 入社、お,おめでとうございます。ありがとうございます。あ,ますあなたたちの、さらなるご活躍が、願っております。<laughs> ありがとうございます。頑張ります。行き続き。よろしく。 お願いいたしますどういう立場なのお前は拍手あ、拍手はい手ブラボーハクシュー代表。シグリムス。シューハクシューハ え、まあ、枝豆門さん。はい。これまで、いろいろあって、1億円の罰金切られたこともあったんですけど、はい。その経験にめげず、もう一度、メカニックをやろうという姿勢。はい。私はその姿勢に感動しました。これからも頑張ってください。素敵なお釜、ありがとうございます。一度、拍手 表彰式ママちゃん、前前でビシッどこ見てるお前 <laughs> 社長の動き <laughs> のおもてなさいジュいジューシャチョウニュー社長 <laughs> 入社ウジュ ダマメモちゃんに送ります。ジェンの筋肉、押してください。ジェンの筋肉はい。はい。クレアジェムありますかあります。失礼いたします。これからよろしくおめでとうございます。ありがとうございます。拍手精一杯 販売させていただきます。おめでとうとおめでとうおめでとうありがとうございますそれでは最後に、ジュージューシャカセーションシャカセーションよかったら、マックスさん、いただいてきます。おとし、おとし、君ともシャカらないけど。

なな<い>こな仕事う <S S S>

富子ちゃんもねあのよろしく頼みますよこれからね。はい。うん、はい。ありがとうございます。マリさんもあのありがた、よろしくね。ありがとうございました。うん、よしじゃあ行きましょう。行きましょう。はい。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。<laughs> 時間を貴重なお時間をありがとうございました。はい <laughs>。すごいびっくりしてる。あれあれ。あ <laughs> どうすれば。 あーもしもし。おー、もしもさあこんばんは。あこんばんは。あのー、のはいはい。うん、あのー、なんかうちの、あのー、どれさんだったかなもしもせんあのー、なんか連絡をしてみたの,あの聞いたんですか、ね、あーそうだそうだ。ちょうど連絡したくて、今日ってまだ起きてますあ起きてますよ。じゃあ、この後伺ってもいいですかあー、まあ、待ちろんですよ。どこにいのこ私の今ね、<あ>ヘルコプターが今見えるか,、はい、からあのー。 はいはいはいヘリコプターこれは飛んでるの <laughs> あじゃあアジト行きますよ GBC のおおホンですか私がすごいとできますから、はい、あちょっと荷物取ってから行くんではいちょうど着くと思いますはいわかりましたはいは<ー>それじゃあお待ちしてますからはいお伺いします他の団員の方行っても大丈夫なんではーいわかりましたはいそれでは失礼しますはいバイバイバ、はい、バイバイはいバイバイ ぶすごい。いこれは私か私これあーどうしましょうこんばんはーすいませんねわざわざこのところまではいはありがとうございます課長、えー、どうぞありがとうございます あの車、うちの車はもう全部手ハが持ってたってさああまあでも全然マックさんがいれば、うん、あ、ほ本当ですか貸し切るってはずですよ貸し切る <laughs> やったありがとうございますどうしましたかお話したのはあのまず買い取りさせていただいてたのを覚えてますかね買い取るってのはあのー、あのブラネーと薬の、はい、お花のねアク薬とかですか、はい、うん、うん、ちょうど終わりまして買い取りサービスがああそうですかでそれに伴ってまずお礼を の GBC の方はブラックマネーを一億一千百七十四万五十九円、両人八千八百万買い取らせていただきたのでまずそこに対してのお礼を、ああ貴様そんなもの、うんうん、うちの子たちがあのうち打ったとはいたんですけどどれぐらい打るかってのは、うん、私は知らなかったから、ああそうなんですね、うんうん、それで、うん、続き新しいサービスが二つありまして、新しいサービス、ええー。<laughs> <laughs> そのご紹介を今日はさせていただたらありがとうございます。いやいやいや。まず一つ目はこちらですね。こちらご覧ください。どかはい。見たことありますその形はちょっと見たことないな。実はですね。うん。新しくこの町にない武器、そしてなおかつこの町にあるものよりも、高おせのな武器を。なんだってうちでレシピを入手しまして。 今後は武器商人、武器商、武器屋いいかな、武器屋ファタールという店名で、え、もう一度、ファムファタールという店名でえすね。はい。あ<ー>の、どういうタイムなんですか？これはなんかあのなんだっけ、破滅をもたらすぐらい魅力的な女性という裏の意味だったり、<laughs> 運命的な女性とかという意味があったりするみたいですね。ううん。ふとっすね。これをあの<ー>まあ今後ギャングの方にブラックマネーで お売りさせていただくというブラックマネーですかはいブラックマネのみのやり取りとなる予定ですなるほどそう今ちょっとその銃のはちょっと見させてもらいたいですこれまでサンプル品で打つことはできないんですけどああそうですかまたあの買う前にはあの性能チェックできる状態でお渡しするのでうしばしお待ちいただければ先ほどお話だけでなるほどわかりました、えー、その銃のうちもちょっと今 あのいろんなさ、争いに巻き込まれてるところもあるんですよ。まあ、そうですよね。うん、大変でしょうから。しかも、今はリボルバーですけど、後々は、まあ、ライフル, <laughs> イフルだ。はい。いろんなものを、ね、お持ちできたらなと思ってます。例えば、今一番大事なのは、そう。反応がピストル。ですかです、ね、リボルバー。うん。お楽しみに。してますよね。使い物になるように、威力調整しながら。うん。うん。うん。ああ。そして。うん。 もううそれに伴ってですね、まあ今まであのブラックマネ買い取らせていただけたので、うん、まあサービスというか、うん、サービスはなるんですけど、買い取らせていただいたブラックマネの二十五パーセントに当たる額を、うん、預かり金として、うん、GBC で言うと二千八百万円分は武器を無料で提供させていただけたらな。<laughs> そんな、どうのしたそこまで。いやもちろんその買い取らせていただく、まあ本当サービス程度なんですけど、他の組織とのはやっぱもうもっと単行お得にはやっぱ。 お多いところはやっぱり多いですけど、うん、そんなにんだろう突出して多いのは一つぐらいで,そうですかあとはみ1億から2億ぐらいだったりあと,あと1億もいかないところが多いですねおじゃあうちは割と貢献してる方なんですねそうですねたくさん言っていただきましてありがとうございましたああうわうわそれはちょっと楽しみですねっていうのをまずファンファタールのあの そしていただいたただのと、うんうん、同時にもう一つ、傭兵家業というか、傭兵家業、うん、あのアカデミーという傭兵会社を立ち上げまして、アカデミーえマックさんも知ってると思うんですけど、うん、アドミゲスハンとか,とか、あれ全部絡ありましたよ。ええ、その、なんだろう、元ギャングで大型とかを理解している人間がハングレに、うんあの、やり方を教えてあげつつ、傭兵をし,していく。 はあ、なるほど、なじさんだからな、ああ、なるほどね。あの、連絡を来てたんですよ。あの、手伝いに行けますよって。あ,あそうです、そうです。それで、はい、そこの半グレの子たちとか、まあ、アカデミー生は、うんうん、もしギャングの方、利用していただいて、気に入ったら、うん、好きに引き抜いてもらって大丈夫です。なんだってそれに関して、うちは一切関与しないので、お金が発生するとか、やめてくださいとかもなく、まあ、売ったらね、半グレの方とギャングの方を、 うんうん、になればいいなとなで。やっぱ評価するの一番手っ取り早いのは実践だと思うので。傭うん、うん、兵で読んでいただけたら好きなだけ。で、うん、GBC の方とかも多分あまり大型してるイメージがないん。どれぐらい今揃ってるんですかその まあ人集めで今すぐ読んで出せましたら5人か6人ぐらい5人もいるんですかで最終的に一旦10人前後になるように落ち着かせようとは思っていましてもうそれは多もありますもんね一応傭兵だけでできるだけクリアできるようにというかやり、えー、きれるようにそ,その教えというのは誰を人にやってるんですか島さんは何でしょうまあ僕も教えることはあるんですけどうん、うん、聞かれればまあ、でも現場に行くの特、うん、に教師人と言われる アカデミーなんで人がいるんですけど、うん、それがアドミニスハンさんとか柳田ライアンとか。ああ、なるほどなるほど。元軍人の人間だったり、ある程度精通してる人間が教えていくるって感じだったり、ええ。やばいけどさ、そこにいるんですね。ええ。あのと、個人もでもやってるはずですから。まあ、そこら辺はうまいこと、本人の意思も取れてるんで、大丈夫だと思います。ま,まあ、あの、やっぱり、傭兵って、一日にできるようも使えちゃうんで、限界があるんで。ああ、ええ、そうですよ、ね、まあ、誰かしらがいけるように。 できたらなとは思ってますね。ああ、なるほど。それはぜひちょっとね、うん、あの、お作りさせてもらったらいいなと思ってるんですけどぜひぜひ。うんうん、それでですね。うん、そのハングリーはスキン使ってもらっていいのと、うん、ハムファタルで作った武器の性能テストもそれぞれするつもりなので、使用感のチェックとかも。ああ、そう思いますそ。それは助かりますね、本当に。で、事前にダークショット作っておきまして、うん うまあここに傭兵が欲しいんだけどっていうのを GBC の誰かからご連絡いただけたらそれを見たアカデミーの教師陣が生徒に行ける人間いるか確認してあの行かせていただくということになっております。あそうもう、あのー、例えば何時間前とかじゃないといけないとかなんですかまあまあそこで連絡してみてももちろん待機してる人がいないとできないのであ待機してる人がいるかとか人数欲しい人数を言ってもらって状況を聞くのが一番いいかなと。なるほど うん、基本的に、えぇ、ー、圧はこちらで持ちます、その、傭兵メンバーの。<っ>で、装備もこちらで用意します。えぇそこまでしてくれるんですかもちろんです、もちろんですよ。はぁ。さん、え<っ>もしかして連絡今打ちました目的のノブ、目的のルスって間違ってるかもしれない。え,<っ>え大文字 GBC。うん。 台風ゼロ一五二。アンダーバーアンダーバーンだったのあ、じゃあそれですね。ああ、そうですか。あ、え、あ、ー、そうなんですね。あなた本当にテブルクやってる。いやいや私と一緒に映画を作ってると思ったら、もうそんなところはテブルしてたんですかあやっぱりね、あのー、この街で生き物の人が一人でも少なくなるように。わははは。させていただいているだけですよ。あなた本当にやっぱり。 幸運から出てよかったですね。<laughs> あ絶対あなたは今の方がいい。本当ですか？ああもちろんですよ。この街をもう動かしてません。基本的にファンファタールでブラックマネーを売買してるんで、傭兵の報酬にブラックマネーは受け取らなく。うんうん、あの大型まあ例えばユニオンだったら、うんうん、ユニオン2000万とするじゃないですか報酬。うん、まだここは正式じゃないんですけど。うんうん、だったら10人呼んでも2000万、1人呼んでも2000万です。 ああなるほどじゃよ読めば読どうってことですかそうです、ね、必要なだけ読んでもらえたらああなるほどええー、まあギャング事情ちょっと私わからないんで何人言うべすとかわかんないんですけどあー,あーそれも助かるなわかりました<ー>それもちょっと伝えときますよはいありがとうございますほんとそのえ映画の話はどうですか映画の話は一応あのジョアンナさんの連絡を一旦待とうかと思っててああそうですかまあまあ ママの連絡があって、問題なかったら僕とママと奥さんの3人でテレビの面接。ああ、そう、今日のテレビちゃんにかけたから、あの、もしもそう、あったのかなと思った。ああ、はいはいはい。あこれ連絡がんですって言ったから。そうです、今ちょっと先にママの方が先かなと。まあ、確かにママ。うん。ママ。は、あの、白井さんがやってくれますし、監督とか、あれにママ入って、で、シナリオを作って、キャストを。 あと足りない分だけ呼べば完成ですね。パト、うんはあ、ちゃんも楽しみにしてましたよ。私。どう<ー>も楽しみですね。ハブの持ちましょう。よろしくお願いします。<ー>うどうだマックさん。<ー>これは他のギャングの方に内緒ですよ。なんですか。マックさんにだけ。これ,これ仕込みナイフです。仕込みナイフ。あの武器が売られるようになったら使ってください。まだ使っちゃダメですよ。 無つくとゃダメなんですかえー、これはまだ持つまでは<や><え>持つまではいいですか刺しちゃダメですよ分かりました普段は歯が隠れてるのでなる内緒ですよこれは刺傷能力はどれほどあるんですかこれはナイフと同じぐらいと思って素晴らしいな分かりましたまこれはあのね、ざ高かったんですけど、うん、あなたのためだけに 電気入れたものなんで <laughs> しまし <laughs> 私もした私はねあの、はい、あんたとの仕事を本当に楽しみにしてる。あ本当ですか、うん、よかったですよ。<laughs> 肌にしましょう、ええ、それじゃまた、はい、ありがとうございましたありがとうございます,います本当に他にも何か面白い企画とかあればぜひ私に誘ってください、はい、またぜひぜひ、うん、よろしくお願いしますこの街をもっとかもっとかき目にしましょうよ 頑張りましょう。それではまた。<laughs> はい、ありがとうございました。本当に。はい、こちらこそ。はい、<た>はい、バイバイ。はい、バイバイ。<laughs> はは。はい。 jacku